はい、おはようございます。ヤバイでマイズル森本隆ならこう帰る、今日は2021年の10月2日土曜日です。はい、またまたとんでもないひどい報道をお知らせをしなければなりません。9月15日にですね、まあ、放送しました、舞鶴市長の 元次長らを、市民が刑事告発したという私の YouTube 番組覚えてますか？その件について続報です。毎日新聞の9月29日水曜日の記事なんですけれども、まあちょっと非常にちっちゃな部分で、これひっそりと載ってますけれども、すごく大変なことが書かれております。もう舞鶴市にとってすごく大変なこと、9月の15日市民が刑事告発、舞鶴市の元次官らを刑事告発した問題についての、続報がこれ載ってるんですけれどもですね、読みますね。職員処分適切な判断、架空工事発注で舞鶴市長。舞鶴市の多々見良三市長は28日の定例記者会見で、 JR 西舞鶴駅東口駐輪場整備事業をめぐる架空工事発注問題で、元建設部、次長らが 虚偽有印紙公文書作成や同行使容疑で市民から刑事告発されたことについて、市としてはルールにのっとり弁護士とも相談してきちんと調べてやった、関係、職員を処分したということです。もうすごく軽い処分やったんですけども、それについて適切な判断だったと述べたと発言しております。この事件の詳細については過去動画、これ概要欄に貼っときますので、また見てもらってください。はい、簡単に説明すると、西舞鶴駅で建設工事の失敗があって、それをごまかすために、舞鶴市の職員が架空発注工事をしたんですよね。架空発注工事を出したで、それを公金を騙し取って、その埋め合わせをしたという事件なんですけれども、その、公文書を偽造して、公金を搾取したんですよ。でその時に畳市長の印鑑が使われてた、公印が使われてた。でそのことが舞鶴市の調査でバレてですね、その、職員はお金を返したと、全額ね、全額返して、停職3ヶ月ぐらいの処分を受けたんですけれども、その処分を受けた後すぐに辞めてしまったと。で辞めたことで、退職金満額もらいましたよっていうような話なんです。でそれに対してですね、一般市民の方が、いやそれはおかしいでしょ、それ詐欺事件でしょっていう、公文書偽造でしょっていうことで、訴えたんですけれども、その件についてですね、畳市長、これが適切だったって言われたんですよ。犯罪ですよ。自分の犯行を勝手に使ってですね、舞鶴市からお金を騙し取って、お金取った人がおるんですわ、自分の部下で。これって犯罪じゃないですか。その刑法の詳しい話はわからないですけども、一般市民の感覚から言うと、市長の犯行を勝手に使って、舞鶴市からお金騙し取ったんですよ、詐欺で。それがバレた時に、お金返しますで済むんですか？わからないでしょ、意味わからへんでしょ。それを、畳市長は、適切な処分だったって。お金返したんやから停職3ヶ月でええやん。それでもう辞めたんやから退職金払ってええやんっていうの。おかしいでしょ、それ。これ、犯罪を容認してることになりません？舞鶴市役所の中で詐欺事件、市長の犯行を使って詐欺を起こしてバレたら、お金返したらセーフなんですよ。そんなところが日本にあるんですかって。なんで、意味がわからないでしょ。もう一回言いますね。市役所の中で市長の犯行勝手についてですね、お金騙し取ったんですよ、舞鶴市から、それがバレたんですね。バレてもお金返したらセーフなんですよ。たったの停職3ヶ月で、その停職3ヶ月で嫌な思いするのが嫌やから、もうさっさと辞めたと。そしたら退職金満額もらえるんですよ。意味わかります？これ犯罪ですよね。誰がどう見ても犯罪ですやんか。で、それを市長は返したからええやんって話ですよ。で、それをめちゃくちゃ緩い処分なんで、市民が怒って、いや、これ犯罪でしょって言って。警察に告訴したんですよ。本当警察が怒ったら調べるいうことで、で、それを調べてですね、
調査してるんですよ、これ。で、検察に送ったっていうまでが新聞、過去の新聞記事になってるんですけれども、なんで犯罪した人間、かばうんですか、畳市長。自分の犯行が使われたことに対して、そこまで調査が及ぶのが嫌やから、ええやんって言うてるんちゃいますの。でね、まあ、これはまあ、私、またまあ、いつもの深読みなんですけれども、まあ、結局警察が調べて検察に送りましたよね。それをまあどういうふうな司法がどういうふうな判断するかっていうのはまあ検察の動き次第なんですけれども、まあ本来は被害者である舞鶴市畳市長がこれでええねん言うてますねん、問題ないねん、ちゃんともう全部終わったことやねんって言うてなかったことにしようとしてるんですよ。そうなると検察はこれを立件しようと思っても、警察が頑張って立件しようと思ってもできませんやん。もう市役所、その被害者の、まあ、党の本人が、もうええねん言うてたら、これ以上追及できませんやん。市長がこう協力せえへんよって言うたら、こんなん、わしら知らんし、犯罪ちゃうし、もう終わったことやから、もうええねんって市長が言うたら、調査できないでしょ。警察も検察も次の手打てませんやん、犯罪やん、思ったって。これ、市長の、定例記者会見通じてですね、検察にもうこれ以上これで終わりや言うてますねこれ、うん、わしら協力せえへん、畳市長は犯罪の調査に対して協力せえへん言うて、もう終わったことや言うて検察に対するメッセージ出してますねこれ。皆さんどう思います？舞鶴市は詐欺した、犯罪した、それでもバレた、ただお金返したら OK なんですよ。そんなところが日本にあるんです、しかも行政で。ほんまやったら、いやこんな犯罪は絶対に許されへんって言って、畳市長が警察に届けて告訴せなあかんです。畳市長がやるべき仕事なんです、これ警察に言うのは。それをせずにうまいこと ごまかしたと、うん、自分の責任まで及ぶのが嫌やからごまかしたと。でそれを見かねて市民が警察に言うたんですわ。でそれで警察が調べて検察まで行った、今この段階なんですけども、それを畳市長は邪魔してますね、ありえへんでしょ。犯罪、畳市長が自分のこの犯行使われたことに対してまた何か言われるの嫌やから、もう検察にこれ以上やるなっていうメッセージ出してますね。信じられへんでしょ。これが今の舞鶴市なんですよ、うん、まともじゃないんですよ皆さんね。もうほんまにもうやばいですからこれ、うん、市長の意向で検察に圧力かけるような、しかもそのね定例記者会見でそんなことするんですよ。もうね、僕ずっとこういろんなこう発信しててですね、まあやっぱ会う人にこれほんまなん、森本さんほんまなん言うて、そんなにやばいのってよく聞かれるんですけど、ほんまにやばいんで、もう僕なんとかしようと思ってるけど、もう手遅れかもしれへんのです、うん、ここまでなってしまうと。でまあこういったことずっとやってると、やっぱりその市役所の内部で市の職員さんがちょっとずつ変わってくれることを願ってこういうメッセージ出してるんですけど、ちょっとここまでいったらもう手遅れかもしれません、はい、このね事件で検察がちょっとどういうふうにされるかっていうのは分からないですけど、かなりやっぱりもう本当に舞鶴市がもうこれ以上調査するなよって、もう終わったことやぞっていうメッセージをですね出してるんで、公の、市長の定例記者会見っていう場で、それはもう中ではもっといろんな手使ってそれやってるはずですから、今後の進展すごい厳しいと思います。でもまあどうなるか分かんないですけど、やっぱりその犯罪が許される市役所っていうのは、犯罪してもお金返したらええよっていうような、そんな市役所僕は嫌なんで、市民の皆さんどう思います？ほんまにマジで、うん、こんな街ないですよ。これに対して誰も声上げない、市議も誰も言わない、9月の議会でも誰も言わなかったでしょ、この件に関して。誰か言うた議員おります？僕ずっと見てたけど、この件に関して誰もだんまりですわ。9月の議会で。本来やったら9月の議会、こんな新聞報道されてるんやから、ガン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 みんな議会で言うでしょ。大荒れになるでしょ、普通やったら。それがないんですよ。この街おかしいです。皆さん、もうほんまにちょっと真剣に考えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。もう僕一人の力じゃもう無理やから。みんなで言わなあかんのですよ。もうほんまにお願いから、皆さんちょっと目覚まして協力してください。よろしくお願いします。もうほんまにやばいぜ舞鶴じゃなくて、もう終わってる舞鶴なのかもしれません。はい、以上。